電磁石の性質を利用すると、モーターを回したり、物を動かしたりすることができます。電流を流すと、コイルがジャンプする工作のデモです。材料は、授業で使った電磁石セット、フライト磁石、可能ならネオジム磁石も、太さ 6mm のストロー 2cm、両面テープ、カイルなどのイラストを描いた 4×3cm の紙2枚です。 電磁石セットの巻き残しを、両手の指でつまんでねじります。八の字を折って重ねます。何重にも巻いたコイルの出来上がりです。コイルの下にプレート磁石を置きます。穴の方が磁石が大きい場合は、このように紙を載せてください。そして鉄心として使った杭を立てます。 スイッチをオンオフするたびにコイルが少し上下しているのがわかると思います2センチに切ったストローの上の方に両面テープを巻き付けますイラストを描いた紙の上の方をストローの上の方に合わせて貼り付けます反対側にも同じように貼り付けます釘に回路の絵を貼ったストローを差し込みますスイッチを 入れたり切ったりするとカエルが少し飛び上がります。誰のジャンプが一番高いか競わせましょう。ここで問題です。磁石の数を増やすとジャンプ力は大きくなるでしょうか。まずは隣の人と協力して磁石2個。少しジャンプアップしました。次に班で協力して4個では。 かななりり高くなりますできたらここで先生と協力してネオジミ磁石は1個でフェライト磁石4個分の磁力がありますすごく高くジャンプしていますジャンプしすぎて飛び出してしまいましたここまで来ると電池を直列につなごうとする子どもが出てくることでしょうしかしコイルが発熱するのでお勧めできません 同じ理由で、電池はマンガン電池の方が無難です。なお、釘の先が尖っているので気をつけるよう指導してください。